はい、皆さんこんにちは。今日の病気の学校は、これから胃カメラ検査受けます。どんな感じというところでお話ししていきたいと思います。今日の授業の概要としては、胃カメラの基本的な知識ですね。どんな時にやる検査なのか、どういう症状がある時とか、どういうリスクがある時にやるんですかっていう話と、楽に検査を受けるためにはどうすればいいですかってね、これは結構他にも YouTube 見てみたんですけど、そういった動画いくつかあるんですよね。鼻からやった方がいいんじゃないかとか、鼻からやるメリット、デメリット、それから鎮静って言ってね、鎮静剤っていうのを使って眠りながらやる検査を受けた方がいいんじゃないかとか、そういった話がありますけど、基本的にはこれはね、検査の目的に応じてこれらをやるかやらないかっていうのは変わってくると思いますんで、その辺はね、あんまり詳しく説明している動画が少ないかなと思いましたので、そもそも胃カメラ検査を受けるにはどういった目的があるのか、その目的によってはやっぱり鎮静剤をしっかり使ってやった方がいい場合、もしくは鼻からの検査でなるべく痛みとか反射ですね、おえっとこう来るのが少なくした方がいいとかね、そういうメリットデメリットはだいぶ変わってきますんで、この辺について詳しく説明していきたいかなと思います。それから患者さん自身がお気をつけになることですね。うまく検査を受けるためにいろいろ前日の何時から食事やめてくださいとかね、注意事項いくつかあるんですよね。なのでそういったところを説明していきたいかなと思います。それから上手な先生といい機会がね、どっちも重要って話なんですけど、これはどんな病院で治療を受けたらいいんですかっていう、治療というか胃カメラを受けたらいいんですかっていう話ね、よく聞かれますんで、もちろん上手な先生がいる病院もしくはクリニックも大事なんですけど、あとはいい機会が入ってないと、いくら上手な先生でもやっぱり見る診断には限界があるんですよね。なので上手な先生と良い機会、どちらも重要で、それも含めてどういったところで検査を受けるのがいいかなっていうね、そういったお話をしていきたいと思います。まず胃カメラっていうのは、これは昔の言葉というか、俗称なんですね。みんな胃カメラ胃カメラって未だに言いますけど、胃の写真撮ってるわけではないんですよね。で、これは上部消化管内視鏡検査っていう検査なんですけれども、上部消化管っていうのは食道胃十二指腸って言って、ちょうどここの絵で言うと、ここのところが食道で、これが胃袋で、胃から出た小腸すぐのところ、これが十二指腸って言うんですけど、ここまでが上部消化管というふうに言います。ここの緑に変えた部分ですね。で、この部分を見る検査が上部消化管内視鏡検査ということになります。例えば食道には逆流性食道炎とか食道癌とか、他にも食道静脈瘤とかね、食道カンジダとか、いろんな病気ありますけど、そういった食道の病気、それから胃袋の病気、胃潰瘍とか慢性胃炎とか胃がんとかね、他にも、胃ジストとかいろいろありますけど、そういった病気、十二指腸の病気というと、十二指腸潰瘍がほとんどですけど、たまに十二指腸のがんとか十二指腸の腺腫って言ってポリープみたいなやつねができたりすることもありますので、そういったところを見ているということになります。で、それ以外にも、異物誤飲って言ってね、例えばなんか変なもの飲み込んじゃった、子供が電池飲んじゃったとか、お年寄りが袋を開けずにね、包装紙のまま薬を飲んじゃったとかね、そういうことがあって取り出すために胃カメラをしたり、あとは生物のお魚の中に入っていたりするアニサキス症とかね、寄生虫飲み込んでものすごいこれ胃が痛いんですよね。そういう病気が疑われる時とか、こんな時に胃カメラを飲むわけですよね。で、最近は胃カメラをやるときに、ここの上部消化管だけじゃなくて、口腔内って言って口の中とか、咽頭口頭って言って顎っていうか喉ですね、ベロの根元から飲み込むところ、それから口頭って言って声を出す声帯のあたりとかね、そういった喉仏のあたりまでをしっかりこう見るというね、こういったこともよく言われるようになってきました。というのは、例えば食道癌とかがね、こうあるといったときに、食道癌がある人ってお酒とかタバコを結構やってる人が多いので、咽頭癌とか口頭癌になるリスクっていうのもすごく高いんですよね。口の中の舌癌とかもそうですけど、そういった他の咽頭癌、口頭癌、口腔癌のリスクが高いなというような人は、しっかりね、この口の中から見た方がいいということが、ここ10年、15年ぐらいですかね、すごく言われるようになってきて、胃カメラでもそういった咽頭癌、口頭癌、あとは口腔癌ですね、こういったものが発見できるようになってきてるということなんですね。で、先ほどちょろっと言いましたけど、胃カメラっていうのは、こうやってチューブの先に先端にカメラがついてるっていうね、こういうものをね、昔開
開発してたんですよ、本当にね。で、こういうものは今は全然使われなくなっていて、まあ、昔はこのチューブの先端にカメラをつけて撮影をしていたんですが、今はカメラじゃなくて、まあ、CCD のビデオスコープね、まあ、要するにここからの電気的な信号を、まあ、画像に変換してですね、まあ、それで見ている、リアルタイムに見ているということなんですよね。で、胃カメラがそもそも開発されたっていうのは1952年のことで、戦後間もなくの頃なんですけど、まあ、当時カメラの会社だったあのオリンパスっていうね会社がありまして、まあ、そこで、顕微鏡とかカメラとかそういうのを作ってる会社だったんですけど、でそこにあの東京大学の先生がこう胃の中を映すカメラを作りたいっていうことで、あの会社を訪ねて、まあ、それが開発になるきっかけになったということなんですね。オリンパスのホームページを見てみると、まあ、当時こんなようなね、あの、歴史みたいな、オリンパス製品の歴史っていう、まあ、のが、まあ、ページがありまして、そこをクリックすると、ね、内視鏡っていうのは最初はこんなんだったんですよっていう説明がね、書いてありますんで、まあ、よければオリンパスさんのね、ホームページを見てみていただければと思うんですけど、まあ、こんな風に、まあ、ただのこう曲がるようなチューブがあって、で、この先にこうカメラとかフィルムが入ってるんですよ。で、これを入れて、そのまま盲目的に、だから見ながら撮れないんでね、もう適当にパス、適当にっていうかね、ちょっとコツがあるみたいなんですけど、胃の中に入ったなと思われるところで、こちらで操作して、パシャパシャとこうカメラを何枚か撮って戻ってくるっていうね、まあそういう、あの、装置だったようなんですね。で、まあ僕ももちろんこの道具使ってるの見たことは全然ないんですけども、論文を調べてみると、1954年に杉原睦夫氏というね、当時オリンパスの社員さんだった杉浦さんという人が書いたガストロカメラっていう論文を見ることができるんですね。これは医学書院が出している診療室っていう、まあ、雑誌の論文のようなんですけど、まあ、この論文の中身を見てみると、まあ、こんな風な図解が書いてありまして、これがガストロカメラですと。で、ここに送気用のポンプがあって、胃の中に空気を送って、まあ、行ってペシャンコになってるんでね、胃カメラの検査を受けたことある人はわかると思いますけど、空気を入れて、膨らませてパンパンにして、それで写真を撮るんですよね。だからそういう風にポンプでね、シュコシュコやって、空気を入れて、で、ここの先にレンズとランプとフィルムが入っていて、で、これでランプをパシャッと光らせると、フィルムに映るっていうね。まあそういう仕組みになっていて、これをもう飲み込んでいたらしいんですよね。まあ結構ぶっといもんでね、飲み込むのも大変だったんじゃないかなと思うんですけど、この1954年の論文の時には、もう何十人くらいかにはもう検査を実際やって、で、胃の中を撮影できましたっていうことが書いてありました。で、ここの手元の操作のところには、このライトをつけるためのランプをね、パシャッと明るくつけるためのもの。で、シャッターがこれ必要ないっていうのが一つの発明なんですけどね。つまり、胃の中ってのは基本的に真っ暗になってるわけなので、もうすでにその中で暗室ができてると。だからカメラに必要なのは、こうシャッターがあって、シャッターを開いた時にこう光が入ってきて、それがフィルムに焼き付くわけですけども、最初から真っ暗な部屋なので、そのシャッターを開ける必要がないんですね。常に暗いから。その代わり、ランプを10分の1秒の、あの長さでパッと光をパシャッとこう照らすと。そうすると、その光を照らした瞬間だけ、このフィルムに映像が映るという、そういう発明なんですよね。それに気づいたのが、まあ、この杉浦さんの胃カメラのね、あの、一番の発見だったというふうに言われているんですけど、まあ、そういう感じで、あの、とにかくランプを10分の1秒光らせるという、そして、そこに持ち込んだフィルムを巻き取られていって、で、何枚かこう撮影できるという、そういう装置なんですね。まあ、胃の中にこういう風に入れてって、まあ、ここ入胃の中に入ったなと思われるところで空気を入れて、で、胃袋を膨らませて、で、そこからパシャッとこう取るってね、ちょっとこう曲がるようになってて、まあ、2箇所か3箇所ぐらいこうやってね、決めて取るんでしょうね。まあ、こんな風な形で取るということで、まあ、これは杉浦さんのね、まあ、この胃の中がどんな風になっているのか見てみたい。それだけだよっておっしゃってたらしいんですけど、まあ、こんなようなイメージで開発されたということなんですよね。で、まあ、この辺の話はですね、吉村明さんという人が書いてる光る壁画っていう小説があるんですけど、まあ、これはこのオリンパスの話を元にした、まあ、実話を元にしたちょっとフィクションも入っていて、まあ、オリンパスじゃなくて、オリオンとかって会社っていう設定になってやっていて、まあ、これはあのドラマにもなったんですよね。光る壁画。佐藤隆太さんっていう俳優さんが、この胃カメラを実際に操作している、このね、写真がありますけど、まあ、こういう感じで、まあ、ドラマ DVD も売られていて、まあ、見ることができますので、まあ、ぜひね、結構面白いので、よければ見てみてくださいというところです。
ですね。でそもそも体の中を覗くっていうのは、例えば胃袋だけじゃなくて、まあ膀胱の中とか、お尻から入れて直腸の中とかね、そういうのを覗くっていうのは、昔から、まあいろいろ実験をされていたんですよね。胃カメラを作ったのは、一応そのカメラという形で入れて撮影をしたっていうことに関しては、オリンパスさんが世界で初めてというふうに言われてるんですけども、胃の中を初めて観察したということに関して言うと、ドイツのクスマウルさんという人が、1868年だから、まあ本当に江戸時代からちょうど明治になった頃ですよね。明治時代に初めて見たんじゃないかって言われています。で、その着想はそもそもこういう風に大道芸人がこう剣を飲み込むっていうような芸がありますよね。この大道芸から着想したとも言われていて、だいたい47センチ13ミリぐらいの金属の管をですね。で、これを大道芸人に実際に飲ませて、で、その中を覗いてみたっていうのがそもそも始まりのようなんですね。まあ、ヨーロッパってはこういうふうに曲がらない内視鏡ね、こういうのを構成鏡って言うんですけど、構成鏡がね、始まりなんですよね。日本人みたいにああいうふうに曲がるようなチューブの先端にカメラをつけるっていう発想は日本初の発明なんですけども、ヨーロッパではこういう、まあ、直視鏡とも言いますけど、こういう曲がらない内視鏡、構成鏡が結構開発されてるんですね。で、ただこれはまあ多少は使われたみたいなんですけど、結局あまり飲み込める人が少ないので、あんまり臨床の現場では実用的ではなく、そんなには使われなかったっていうことなんですね。ちなみに、この剣を飲むっていう、まあ、こう団体があるんですよね。このソードスワロワーアソシエーションインターナショナルっていう SSAI っていう組織がありまして、これは事務局がアリゾナにあるんですけど、ソードスワロワーだから、まあ、剣を飲み込む人たちの連盟みたいな、国際連盟みたいなね、そういう、まあ、組織があって、これ調べてみると一応ね、この団体の YouTube チャンネルもありました。チャンネル登録者数がなんかまだ5、60人ぐらいしかいなかったようだったんですけど、まあ、とりあえず、まあ、チャンネルもありまして、実際に剣を飲み込む人たちの動画とかが見ることができますので、まあ興味がある人ぜひね、見てみていただければというふうに思います。まあ話はかなり脱線しましたけど、要するに胃カメラの発明というのは1952年だったんですけど、これは胃の中にカメラを入れて撮影して、それでその撮ったものを後で見ると。だからうまく撮れてなかったら、まあもう一回やり直しって感じになっちゃってね、結構大変だったんじゃないかなと思いますけどね。それから1964年にファイバースコープっていう、これがね、まあ直接胃の中に入れて、まあ、そこから覗いてみるということができるようになったんですよね。まあ、ファイバースコープっていうのは、要するに、まあ、曲がるね。曲がっても、その奥が見える。そういう、鏡ですよね。まあ、そういうファイバースコープを使って、直接覗いて、直接目で胃の中が見れるようになったというのが、この1964年以降なんですね。で、さらにそこから、まあ、20年ぐらいしまして、いよいよビデオスコープという技術が出てきました。これは、実際に胃カメラの先端にある、まあ、電子スコープ、電子の情報を伝ってですね、それで、テレビのブラウン管に、モニターにですね、その胃の中の映像を映すことができるという道具ですね。で、これをみんなで見ながら、あ、ここに病気があるねとか、この人大丈夫だねとかって見ながら、こう、検査ができるようになった。っていうふうなことで、まあ今のいわゆる一般的な胃カメラと言われているのは、このビデオスコープが出てきて、まあ劇的に変わってですね。で、まあここからさらに進歩していってるという、そういうような感じですね。で、基本的にはこのビデオスコープの概念がどんどん進化しているわけですけど、その技術は日進月歩でして、例えばもう今はハイビジョンとか 4K とかね、まあ、かなり高画質で綺麗に見える、そういう技術も開発されていますし、拡大内視鏡とか言ってね、もう顕微鏡に近いぐらいのレベルまで大きく拡大して、で、そこの胃の表面にある、まあ、こう、癌じゃないかなっていうところの腺管の構造っていうのかな。まあ、胃袋ってこう、小さな腺管の集まりで粘膜はできてるんですけど、そういうかなり微細な構造が、肉眼で人間の目で見るよりもよっぽど細かく綺麗に見えるレベルの拡大内視鏡とかね。NBI、ナローバンドイメージングとか言って、まあ、光の波長をちょっとコントロールすることで、血管を浮き上がらせてみて、癌か癌じゃないかを診断するとかね。まあ、そういうのは血管を強調したり、その病気の範囲をしっかり見たりする。まあ、もちろん発見にも有利なんですけど、まあ、そういった技術が開発されていたりですね。あとは再形スコープとか言って、まあ、通常この拡大内視鏡っていうのは、まあ、最近だいぶね、拡大内視鏡も細くはなってきたんですけど、9.9 ミリくらいの太さは最低必要なんですよね。昔はね、1.2 ミリと
とかの太さだったんですけど、今はまあかなりよく見える胃カメラでも太さは 9.9 ミリ。で、再形スコープっていうのはもうそれがさらに細くなって、もう5ミリとか 5.5 ミリとかいうレベルでのスコープも開発されてます。あ、これは胃カメラだとまあ 5.5 ミリぐらいで、例えば気管支鏡とか喉頭ファイバーとかもっと見る領域が狭いものに関してはもっともっと細いカメラもありますけどね。まあそれはいいんですけど、まあこういった再形スコープは、まあ患者さんの負担を軽減するためにこう開発されてきたもの。それから多チャンネルとか言って、まあ監視って言ってね、胃カメラの先でいろんな処置ができるように穴が2つぐらい開いてて、でそこからこう、あの監視が出てきて、まあ癌の細胞を取ったり、もしくは癌をそのまま切り取ったりとかね。マルチベントスコープとか言って、こう、何段階にもこう曲がるようなスコープがあったりとか、まあこういう操作性に優れたもの、こんなのがいろいろ開発されています。なので、診断だけじゃなくて、胃カメラを使って治療をするっていうことにも最近は大活躍ですね。胃がんで、手術しなくて良いと言われたら、ESD 編っていうね、動画があります。これ概要欄に貼り付けておきますので、まあ、よければ見ていただければと思いますけど、まあ癌をそういうふうに切り取ったりするようなこと、それから胆石を胃カメラで取ることもできるんですね。まあ、あとは、消化管が狭窄って言ってね、こう、まあ、潰瘍が治った後、胃袋が狭くなっちゃったり、食道が狭くなっちゃったりしたところを、こう、広げるとかね、そういう治療に使ったりすることもできる。ということで、まあ、今やこの胃カメラの技術っていうのは、まあ、日本が、まあ、オリンパスの会社があるというのが大きなことなんですけど、まあ、日本を、もう世界に誇れるこの技術力なんですよね。で、どんな時に胃カメラをやるかということなんですけど、まあ、主にこの上部消化管を見る検査なわけですから、まあ、胸、お腹の上腹部、これらの症状が中心になります。例えば胸の症状っていうと何かっていうと、まあもちろん胸の臓器には心臓とか肺とかいろいろあるんで、胸が苦しいとか胸が痛いからじゃあ胃カメラってすぐにそう短絡的にやるわけではないんですけども、主にこの食道の症状っていうのは、食事をするときに、まあ起こるような症状を中心に考えていただければと思います。例えば食事をするときに、まあ飲み込みにくいとかね、飲み込んだはいいんだけど、ちょっと胸にこう食べ物が詰まる感じがするとか、胸に染みるような痛みが走るとか、胸焼けがするとか、食事をすると入ってかなくて吐いちゃうとか、こう吐いた後にすごく痛むとか、吐いた後血が出たとか、こういった症状ですね。まあ、これが、まあ、胸に起こり得るような症状だと思うんですけど、まあ、こんなような症状があったら胃カメラやった方がいいでしょう。それから胸じゃなくて上腹部ってね、だいたい溝落ちのあたりを上腹部と言いますけども、その部分がすごく痛むとか、最近やったらもたれるななんてね。もたれるなんていうのは、胃の食べたものが胃に溜まっちゃって、それが小腸に流れていかないっていうような症状なんで、意外と危ないこともあります。癌ができて食べ物の流れが悪くなってるなんてこともありますので、まあ、こういった症状が強く出るようでしたら、まあ、ぜひ胃カメラ受けてみたらいいんじゃないかなと思います。まあ、ムカムカするとか吐き気がする。まあ、実際に血を吐いちゃったなんていうとね、まあ、そうするとさすがにちょっと調べましょうよってことになりますよね。その他に、あとは全身の症状としては、例えば黄疸って言ってね、体が黄色くなっちゃう。まあ、特に目の白目の部分を見てもらうと、ちょっと目が黄ばんでるなってね、もしそんな症状が、まあ、自分だったり家族にあったらば、これは病院にかかって。で、まあ、黄疸っていうのは主に肝臓が悪くなると起こる症状なんですけど、例えば十二指腸の癌とか、十二指腸のところで、こう、胆汁が出てくる出口、ファーターニュートンっていうのがあるんですけど、まあ、そういうところに病気ができてたり、石が詰まったりすると、まあ、これ黄疸になるんですよね。なので、まあ、そういった黄疸の症状があるときも胃カメラをやったりします。あとは、声がかすれるなっていうのは、まあ、これ、声がかすれるって喉だけの問題じゃなくて、まあ、食道癌みたいな癌があって、リンパ節が転移することで、声がかすれたりすることもあります。それから、うんちが黒っぽくなるみたいなね。これは、胃とか十二指腸とかそういうところから出血してると、うんちが黒くなるんですね。で、まあ、血が流れてくると、この小腸とか大腸の中で酸化されて、で、鉄分がね、黒くなって黒ずんできちゃうんですね。まあ、そういうことで、血便が出るというよりは、うんちが黒っぽくなる。黒色便って言いますけどね。こういう症状が出てきたら胃カメラを受けるというわけですよね。まあ、ちなみに症状がなくてもですね、例えば他の消化器の手術を受ける前、大腸がんの手術を受けましょうとか、胆石で胆のを取りましょうとか、膵臓がんの手術を受けましょうなんていう時にも、まあ、ほぼ必ずと言っていいと思うんですけど、胃カメラの検査をやることが多いですね。せっかくお腹の手術やるので、やった後に見つかったりするとね、またもう一回手術を受けなきゃいけなくなったり、まあ、手術後にね、まあ、せっかく大腸がんの手術したと思ったのに、手
手術後黒いうんちが出てきたりしてね、あら、上をちゃんと胃カメラ見といた方がよかったねみたいになるケースもあるんですよね。なので、まあ、こういった他の癌の手術もしくは他のお腹の手術をするときに、まず事前に、まあ、病気がないんじゃないかなと思っても見ておくというようなことも必要になります。まあよく見落とされがちなのは、やっぱり喉頭癌とか、さっき言った咽頭癌なんですよね。喉頭癌とか咽頭癌の手術もしくは放射線治療をやりますって言われた際には、できればね、胃カメラもやっといた方がいいですね。喉頭癌、咽頭癌がある人は、結構高い確率で、食道癌もある、もしくは胃癌もある、なんて方がいらっしゃいます。ですので、まあ、この辺も注意してやっていきたいな、というところですね。もしね、喉頭癌とか、この咽頭癌って、これ、耳鼻科の先生が治療してるケースが多いので、あんまりこの辺、消化器を見とこうっていう発想、着想がないお医者さんもいらっしゃるんですよね。なので、まあ、そういった場合には、すいません、自分最近胃カメラやってないので、まあ、その咽頭癌の治療前にカメラも受けさせてもらえませんかっていうふうにお願いしてみるのも一つ手かなと思います。それから検診で、まあ、貧血があるって言われた時ですね。貧血があの原因として、やっぱり多いのは胃潰瘍だったりすることもあるんですね。胃潰瘍とか十二指腸潰瘍。それから逆流性食道炎とかでがひどいと、そういうところから出血して貧血になるケースもあります。ですので、貧血があるって言われた時に、一応念のため胃カメラをやっとくってなことも必要になってきます。あとは、まあ、全く症状もなく検査も異常がないんだけれども、胃がんとか食道がんになりやすい人、ね、この辺はがん検診編でも説明しましたんで、よければそちらね見てみていただければと思いますけど、まあ、がんの検診として胃カメラをやる、まあ、こういったケースもあるかなと思います。胃がんとか食道がんになりやすい人、復習ね、これ大事なことなんで一応さらっと復習しておきますけど、まあ、胃がんの患者さんに関して言えば、もうこれ圧倒的にピロリ菌陽性の人ですよね。でこれよく誤解されがちなんですけど、ピロリ菌が陽性で除菌したら OK というわけではありません。ピロリ菌に一度かかってしまったら、それ胃袋の粘膜が結構広範囲にやられちゃってるケースが多いんですよね。なのでピロリ菌を除菌したとしても、やっぱり毎年胃カメラは必要になります。それから萎縮性胃炎だって言われてるね、まあ、これもやっぱりピロリ菌関連が多いんですけども、ピロリ菌に感染していようがしていまいが、広範囲に萎縮性胃炎があったり、ひどい萎縮性胃炎だと、これを鳥肌胃炎って言ったりするんですけど、こういった状況がある人、これはやっぱり胃カメラを定期的にやった方がいいでしょうということになります。あとは家族に胃がんの人がいる、それから家族性大腸腺腫瘍 FAP と言いますけど、そういった病気を持っている方ですね。これは遺伝子の異常なんですけど、それから過去に胃がんになった人、胃がんになって胃袋を切った人っていうのは、例えば胃を全摘しちゃえばもう胃がんになることは二度とないわけですけども、胃を部分的に切った人とか、もしくは、胃をかなり早期の段階で胃がんが見つかって、内視鏡で胃の粘膜を切り取る、いわゆる ESD っていう治療を受けた方ですね。こういった方は胃袋が結構残ってますので、その残った胃袋にがんができてくるという可能性があるわけですね。それから食道がんの方のリスクといえば、やっぱりお酒、ね、たくさん飲む人。で特に顔が赤くなる人。顔が赤くなりつつたくさん飲んでる人が一番危険だと言われてます。それからタバコをすごく吸う人で、喉頭癌、咽頭癌、口腔癌になったことがある人、あとはバレット食道って言って、まあ、逆流性食道炎から発生するとも言われているんですけど、逆流性食道炎がひどくなっている人とか、もしくは胃カメラをして、あなたは食道と胃のつなぎ目のところにバレット食道がありますよって言われた人、まあ、これはまたバレット食道に関して別動画作ってますので、こちらも概要欄に貼り付けておきますので、ぜひ見てみてください。それから腐食性食道炎ね、これは説明したことなかったと思いますけど、食道が、まあ、薬品とかで高度に荒れてしまったことがある人ですね。こういう人は食道がんになりやすいと言われています。これね、自分でも子供の頃だったりして覚えてない人とか、気づいてない人っていうのもたまにいらっしゃるんで、まあ、胃カメラ見た時になんか胃袋、ね、食道の粘膜が広範囲に荒れてるなんていう所見がある人は結構要注意なんですけど、幼少期に間違えて、例えばなんか瓶に入ってる劇薬みたいなものを間違えて飲んじゃった、農薬とかね、そういうの間違えて飲んじゃって、で、その場ですぐ吐いて助かったんだけども、まあ、それで食道がやられちゃったみたいな人、こういう人は、まあ、何年か後に、こう、癌が発生するリスクというのも高いと言われているんで、要注意なんですね。まあ、こんなようなことが食道癌、胃癌になりやすい人の特徴ですので、これは復習させていただきました。検査を楽に受けるにはどうしたらいいですかっていう質問ね、これももちろん多いんですけど、まあ、結構、まあ、誤解されてる方も多いんでね、ちょっと詳しく説明しておきますけども、まあ、胃カメラってまずすごい苦しいんでしょって、まあ、それは確かにそうですと、まあ、結構苦しい人も多いです。それから鼻からやった方がいいんでしょうとかね、眠りながら検査やるっていう方法でやりたいとか、あとはまあ毎年やらなくてもいいんでしょって、今一回やったらもう5年10年やらなくていいんでしょみたいな話もあるんですけど、まあ、これらっていうのは、まあ、どういう風にやるかっていうのを考える前に、やっぱり検査の目的
何のために胃カメラをやるかっていうことをしっかり理解することが第一になります。何のために検査やるかっていうと、大きく4つの検査の種類があります。一つはスクリーニング検査、もう一つはフォローアップの検査、そしてもう一つ精密検査で、もう一つ術前検査、まあ、大きくはこの4つなんですね。であともう一つ、まあ、フォローアップ検査に含めてもいいんですけど、ちょっと特殊な例としては術後 胃袋の手術を受けた人ね、胃がんで手術を受けた後の術後の検査としてやる場合、まあ、こういった、まあ、4つないし5つのですね、検査の分類があります。スクリーニング検査っていうのは、まあ、いわゆる検診とかがそれに当たりますけども、まあ、特に症状はないんだけれど、もしくは、症状貧血とかそういう検査値の異常があるので、まあ、胃がんを積極的に疑うような症状っていうのはあんまりないんだけども、まあ、念のためこう、胃カメラを見ときましょうね、といったね、病気を除外するためにやるような検査、これをスクリーニング検査と言います。まあ、さっき言った他の、ね、病気の治療をする前に、胃袋も念のため見ておこう、みたいな、こういうのもスクリーニングに入ります。それからフォローアップ検査っていうのは、すでに一度胃カメラをやって、で胃潰瘍があるとか、逆流性食道炎があるとか、まあ、そういった病気が発見されて、もしくは胃がんがあって、胃袋を切り、粘膜を切り取る内視鏡の手術を受けたとかね、その後、病気の状況がどういうふうになってるかっていうのを、まあ、再発してないかなとか、治療してるけど、その治療の効果がね、胃潰瘍が治ってるかなとか、逆流性食道炎が治ってるかなとか、そういう治療の経過を見るためにやる検査、これがフォローアップ検査です。そして精密検査っていうのは、まあ、主にがんに対して使う言葉だとは思いますけど、まあ、がん、胃がんが発見されました、食道がんが発見されましたという人が、まあ大きな病院にこう紹介されてくるわけですよね。で、大きな病院でじゃあ手術をやりますから、その前にしっかりね、こう病気の範囲とか見ときましょうとか、もしくは、がんの疑いがあるという状態で紹介されてきた人に、本当にこれががんか、もしくはがんじゃないのか、ということを調べるために、まあ、かなり詳しく時間をかけてみますよっていう検査。これが精密検査になります。それから、術前検査っていうのは、まあ、精密検査とちょっと被る部分もあるんですけど、主に手術を前提とした検査になります。ですから、もうがんと完全に診断されていて、で、あとは胃袋をどこからどこまで切ったらいいのかとかね、その胃袋を切る範囲を正確に決めるためにやる。そういった意味合いになります。手術前に最終的な切る場所を決定するためにやる。そして、術後の検査っていうのは、胃がんの手術後。これは一応胃がん治療ガイドラインっていうのがあって、年に1回は胃がんの手術を受けた後、年に1回は、それから5年間は、毎年、こう、胃カメラをやっていきましょうというようなことが書いてあるんですね。それはさっき言ったように、まあ、残った胃袋にがんができてくることもあるし、がんが切り切れてなくてですね、ちょっと残っていて、そこから再発してくるようなケースも、まあ、なくはないですし、あとは残胃炎とか言って、胃袋を切った後って、残った胃袋が結構荒れやすいんですよね。まあ、そういったのを見たりする。まあ、そういったことで、術後の検査というのがある。まあ、こういうふうに、一口に胃カメラの検査って言っても、まあ、いろんな目的で行われているんですね。なので、スクリーニング検査みたいに、おそらく病気はないんだと思ってるけど、もしくはフォローアップの検査で、あ、これはまあ臨床症状からかなりもう良くなってるなと。でも、念のため見ておくね、みたいな検査の場合には、なるべく楽に短時間で検査を終わらせてあげたいなっていうふうに思いますし、精密検査とか術前検査に関しては、もうこれは失敗が許されないんで、これしっかり、胃カメラも、まあ、ある程度の太さが必要だしね、しっかり時間をかけてやる必要があるんで、まあ、それはそれなりの対策を立てるということになります。まあ、具体的には、この頸鼻内視鏡ってやつね、お鼻から入れるやつは、まあ、鼻からやるのが楽というのもあるんですけど、基本的に胃カメラが、まあ、5.5 ミリぐらいで細くて、まあ、楽なんですよね。で、その理屈としては、この、ちょうどこのベロの奥のあたりって、まあ、自分でも指を突っ込んでみたらわかると思いますけど、指突っ込むと、おえってこう反射が出ますよね。ね、ちょっと食べ過ぎちゃったりして、わざと吐いたりするような人もいたりしますけど、喉の奥に指を突っ込んでね。そんで、そこでおえっとこう反射売りをして、胃袋の中のものを吐いたりするわけですよね。まあ、このね、ベロの奥をぐっとね、刺激されると、おえっとどうしても人間そうなっちゃうんですよ。まあ、こういうふうな反射が出る。で、これ反射が強い人って体質的にいらっしゃって、例えば歯磨きをしてるだけでも、おえっとかってなっちゃう人っていらっしゃるんですよね。で、そういう人はやっぱり口から胃カメラを入れると、こうかなり刺激されるんで、それで、まあ、なかなか胃カメラが上手に飲めないってことになるんですね。なので、まあ、鼻からこう細めのチューブを入れて、こう通してあげると、あんまりベロの根元を刺激することがないんで、まあ、胃カメラも入りやすいっていうね、ことになります。
なので鼻から入れた方がこういうオート反射って言っておえっとくる反射が少ないっていうのがメリットです。そして内視鏡自体が細いっていうメリットということなので、まあ、これ 5.5 ミリぐらいなんですけど、まあ、この細いカメラを利用して例えばまあ鼻から入れるのが痛い人とか鼻血が出やすくて鼻からできないよって人もいらっしゃるんですよね。なのでそういう人はこの細いカメラを口から入れてもいいと思います。で、やっぱり細ければ細いほど、まあ、この刺激も小さくなるんで、まあ、おえっという反射も少なくなるかなっていうことで、まあ、鼻からできない人は、この細いカメラを口から入れてもいいかなというふうに思います。ただ、やっぱりね、かなり最近の再形内視鏡もすごくよく見えるようになってきて、昔よりも全然診断の精度は上がってきてるんですけれども、それでもやっぱりね、画質はある程度劣るんですよね。なので、しっかり見ようと思うと、やっぱり、5ミリの太さではこれ無理なんですね。なので、精密検査には向いてないということになります。なので、あまり病気を疑っていない場合とか、胃がんとか食道がんのリスクが低いという、ね、患者さんの場合には、この再形の内視鏡をやる、軽微内視鏡でもいいかなということになります。それから、鎮静、眠るっていうことに関してなんですけども、精密検査の場合ですね、これはやっぱり鎮静剤ってお薬使って、しっかり、まあ、これ眠るっていう表現が、まあ、いいか悪いかもあるんですけどね、ちょっとうとうとして、まあ、こう、肩叩いてね、なんとかさーんってこうね、起こせば起きるっていうのはね、状況ではあるんですけど、まあ、少しこう、ぼんやりして、眠っていただいて、で、その間に、まあ、ほとんど気づいてない人もいらっしゃいますね。検査終わってから声かけると、あれ、これから検査ですかみたいな感じで言ったりとかね、あれ、いつの間にやったんだろうみたいな感じで、全然検査のこと全く覚えてない人もいれば、まあ、なんとなく覚えてるよって人もいらっしゃるんですけど、まあ、とにかく鎮静剤っていうお薬を使って眠りながらやると。まあ、それがまあ、精密検査の場合は、その方がいいでしょうと。で、だいぶ細くはなってきてるんですけど、やっぱり1センチぐらいの太さ、9.9 ミリ以上の太さが必要なんですね。なので、まあ、時間をかけてじっくり見るためには、鎮静剤を使う。まあ、そうしないとね、まあ、結構やっぱ、おえとかね、こう、かなり患者さんが辛そうにしてるのを見ると、普通のお医者さんは、あ、これちょっと大変そうだから、早く終わらせてあげるねっていうふうに、どうしてもそういうふうにね、なってしまうんですね。ちょっとすごく、こう、なんていうか、あんまりゆっくりね、落ち着いて、検査ができないっていうのもあるので、精密検査の場合には、やっぱり、鎮静剤を使いたいかなというふうに思います。まあ、スクリーニング検査であっても、まあ、オートの反射がかなり強く出る人は、もちろん鎮静剤使うっていう選択肢もありだと思います。ただ、まあ、やっぱり鎮静剤とお薬なんで、お薬の副作用っていうのはあります。その副作用としては、人によってはね、まあ、呼吸がだんだんゆっくりになってちゃって、鎮静剤使ったら呼吸が止まっちゃったなんていうね、ケースもあるんですよね。それから血圧が下がっちゃったとかね、いうことで、まあ、こういう薬が効きすぎちゃう。効きすぎて、ショック状態になるみたいなことがあり得るっていうことなんですね。まあ、いろんな統計があるんですけど、まあ、一つには、例えば、鎮静剤によるトラブルですね。こういう、まあ、命の危険になるようなトラブルは、まあ、本当に 0.001% ぐらいじゃないかっていうふうに言われているんですけどね。ただ、まあ、大きい病院で検査を受けている分には、結構周りにいっぱい医者がいたり、スタッフがいたり、まあ、そういった救急いざとなった時に、すぐこうね、高度な処置ができるような体制が整っているので、まあ、大きな病院でこういう鎮静剤使って、る分にはですね、それほど仮にトラブルが起きても、まあ、まず大丈夫ということなんですけど、まあ、お医者さん一人でやってるようなクリニックとかで、まあ、あんまり鎮静剤いっぱい使ってるというのは、これ結構トラブルの元になるので、まあ、トラブルが起きた時のその対応もね、どうしても一人きりだと、なかなか難しいっていうところが出てくるんで、まあ、この辺はね、やっぱり、大きい病院の方が有利かなというふうに思います。まあ、もちろん、精密検査なんていうのはね、手術のとか、高度な治療を念頭にした検査ですので、まあ、そういう意味で大きな病院でやることが多いんですけども、まあ、こういったトラブルがあるということはちょっと覚えておく必要がありますかねということですね。で、うまく検査を受けるためには、まあ、やっぱり決まり事はしっかり守ってくださいよっていうことが一つあります。まあ、まずお食事なんですけど、大体は前日の21時まで、夜9時までですよっていうふうに言われることが多いと思うんですね。で、それ以降は水とかお茶ぐらい、まあ、あとはポカリスエットとかね、それぐらいにしてくださいって言われると思うんですね。やっぱり食事が残っちゃってると、まあ、せっかく検査を受けても、もうその精度はかなり落ちちゃうんですよね。なので、せっかく検査を受けるんだったら、まあ、しっかりこういう決まり事を守って、まあ、無駄にならないようにやっぱしたいですよねっていうこと。ただ、やっぱりね、どうしても食べ物残っちゃうって人いるんですよ。例えば以前に胃袋を切ったことがある人とか、何らかの病気で胃袋の動きがすごく悪い人っていうのもいらっしゃるんですよね。まあ、そういう方は、まあ、例えば前回やってみたら、すごく胃に食べ物残ってたって言われた人ね。まあ、そういう人は、ちょっと前日の食事とかも、なるべく早く終わりにして、で、あとは水分だけで、ちょっと、まあ、栄養を取るようなね、
まあ、栄養剤とか飲む人もいるし、まあ、ヨーグルトみたいに流れやすいもので夜ご飯とかごまかすとかね、まあ、そんな風にして、あの食べ物が残りがちな人はちょっとそう夜に食べる量はかなり減らさないといけないかもしれません。たまにね、こう朝味噌汁だけいいかと思って食べてきちゃったみたいな人が、まあ、いらっしゃるんですけど、まあ、こういうのはやめてくださいと。味噌汁だとね、結構わかめとかね、油揚げとかが結構残ってるんですよ、胃の中に。だからすぐわかりますね。あ、朝ごはん食べたでしょって言うとね、あ、すいません、味噌汁だけならいいかなと思って食べちゃいましたみたいな人がね、いらっしゃるんで、まあ、その辺はちょっとね、注意してくださいということになります。あとは、常用薬、血圧の薬とか、まあ、そういうのはね、飲んどいた方がむしろいいですね。お薬は飲んどいてくださいと。血圧とか検査中に結構上がったりすることもあるので、もともと高い人はちょっと要注意かなと思いますので、ぜひ薬は飲んどいてください。それから検査の直前にこれは指示されますけど、こう喉をスプレーで麻酔したりとかですね、あとガス昏睡って言って胃袋の泡を取るようなちょっとお薬に入った水を飲んでくださいって言われるんですよね。でこういうのは、まあ、あんまり美味しいもんじゃなくて、特に麻酔はね結構苦いし、ベロがこうねこう麻痺して痛いような感じがするようなものなんですけど、まあ、こういうのもしっかりやらないと反射が起きたりね、よく見えなかったりもするんで、まあ、こういう指示にしっかり従ってやってくださいということになります。で検査の時は、まあ、とにかくね、まあ、僕も何度か胃カメラを受けたことがあるんで、まあ、結構その辛さはよくわかりますけどね。で僕も一応まあ患者さんがどんな思いでやってるかなっていうのをね知るために、1.2 センチのね当時ですけどね、拡大内視鏡のついた胃カメラで鎮静なしで受けたことがね2回ぐらいありますけど、やっぱりかなり大変でしたね。なんていうか辛いというよりは、まあ、すごく胸食道を通る時にねこう痛かったんですよね。でかなり太いものが通ってるなって思うんです。で 1.2 センチっていうと、まあ、そんなに太いものでもない、食べ物もってね1センチ以上の食べ物なんて平気で飲み込んだりしてるはずなんですけど、やっぱり胃カメラでぐーっと人に物をこう突っ込まれるっていうのはねすごく痛いんですよね。なのでとにかくねもう無心でやるしかないと。で例えばこう顎を引いちゃってグーってこう力を入れるような感じね、まあ、こんなような感じで顎を引いて喉に力を入れられちゃったら、これはどんなに上手な人でも胃カメラをうまく入れることはできないんですよね。とにかく喉とか顎の力をねダラーンと抜いて、で 2,3 回ゆっくり深呼吸して、深呼吸するとねだいぶ顎の力が抜けますので、まあ、こんな感じでふーってねリラックスして喉を少しくつろげて少し上を向いてというのはね、こういう感じじゃないとうまく検査っていうのはできないんですよね。でマウスピースをこう挟んで口から胃カメラを入れるんですけど、まあ、そのマウスキーピースとかもねガシってこうもうなんかもうすごい強く噛んでたりとか、もう目をギュッとつぶってたりする人もいらっしゃるんですけど、まあ、そういう時はね大抵うまくいかないので、いやいやそんな力入れないでくださいって言ってちょっと深呼吸してリラックスしてくださいとかってね、まあ、お声掛けしないといけないんだけども、まあ慣れてない胃カメラの先生とかだとね、もうグーって力入ってるのにもう無理やり押し込もうとしたりするともうお互い辛いっていうことになりますから、まあ、とにかくね力を抜くってことなんですよ。たださっきも言ったように、まあ、喉に突っ込めるとうえってこううってくるんで、どうしても喉に力が入っちゃうんですよね。それは、まあ、反射があるときはどうしてもしょうがないんだけど、まあ、とにかく反射が起こらないようにするにはもう無心なんですよね。もう、あ、来るぞ来るぞ、カメラが来るぞって思ってると、もうどうしてもこう反射が起こりやすくなるんで、まあ、とにかく無心でやってくださいと。で、よだれはこう飲み込もうとしても、さっき言ったようにスプレーとかで喉に麻酔がかかってるんですよね。で、喉に麻酔かかった状態で、唾を飲み込もうとすると、これね、肺に入って、気管の方に入っちゃって、もうむせ込んで咳します。で、咳し始めちゃうと、もう検査ってなかなかうまくできなくなっちゃうんですね。なので、よだれはもう絶対飲み込まない。もうダラダラ垂らすと。もう、ベッドが汚れるなとかね、そんなどうでもいいから、とにかく、よだれはダラダラ流すというふうにして、絶対ね、飲み込まないようにしてほしいんですよね。まあ、こんなような注意点がありますということで、まあ、とにかくね、まあ、息をゆっくり吸って吐くと。それが生きる道だってね、こう、こじこじが言ってる通りですね。まあ、いつもね、この胃カメラを受けるときは、まあ、ちょっとこのまったりした感じの、まあ、こじこじのね、この漫画をぜひこう思い出してですね、まあ、検査を受けてくださいということになります。はい。で、まあ、今日も結局長くなっちゃいましたけどね、最後にどんな病院がいいかみたいな話したいんですけど、これはね、やっぱり結構難しいんですよ。で、内視鏡検査っていうのは、やっぱり機械もすごく良くないとダメだし、医者の技量も良くないとダメ。で、医者の技量には2種類あって、こう、入れる技術と見る技術ですよね。こう、入れるのはある程度
まあ、上手になれるんですけど、この診断眼を鍛えるっていうのは、かなりね、年月がかかります。なので、この胃にね、上手に入れたから上手な先生だっていうわけでは全然ないんですね。まあ、それはね、鎮静剤とか使って、スッとこう入れれば、まあ、正直、そうですね、2、3年も、まあ、医者になってさ、まあ、今、研修制度とかいろいろ変わってきてるんで、なんとも言いませんけど、1年目から修行してた時代から考えると、もう2年目ぐらいの医者になると、かなり上手に入れられるようになるんですよね。ただ、入れるのはできても、やっぱ細かい小さながんを見つけるっていうのは結構難しいんですね。なので見落としなくしっかり見るっていうのはそれなりの技量が必要になってきます。で、そういう技量を持ったお医者さんを探すっていうのはやっぱり患者さん素人からすると無理なんですよね。なので一番いいのはやっぱり医療関係者からの口コミなんですよ。もし何らかのツテがあって、もう胃カメラで特にそういう診断にすごく信頼がおける先生いませんかねって誰かに、まあ、聞けるチャンスがあるんだったらぜひ聞いて、でその先生をに希望して受けて検査をしてもらうっていうのが一番いいと思います。ただなかなかそんなつてもないし口コミもよくわからないよねっていうような場合にはやっぱり病院のホームページとかを見るしかないかなって思うんですよね。で、ホームページを見ることでだいたいそのクリニックとかがどれくらい内視鏡検査に力を入れてるか、どういう考えでやってるかっていうのはね、わかりますよ、大体ね。内視鏡ありますとか言って、まあ、ただ、ね、検査はこんな感じで、何曜日にやってますぐらいのことしか書いてないクリニックから、うちでは年間何百件やってて、まあ、この、なんとか先生は内視鏡の専門医も持っていて、がんセンターで10年間も修行してきてとかね、学会で論文もいっぱい書いててとかって、そういう細かいことがいっぱい書いてあったりとか、まあ、そういう経歴とかも含めて、検査の件数とか、うちではポリープをどれぐらい見つけてるとか、そういうことが細かくね、患者さん向けに分かりやすく書いてあるような病院ですね。そういうのはかなり内視鏡検査に力を入れていて、しっかりした知識のある医師がそういうホームページを監修してるっていうことだと思うので、まあ、それは結構信頼できるかなとは思います。で、やっぱりこれは熟練の技術が必要になるし、最先端の機械を使いこなすっていうだけの力も必要になるので、若すぎるドクター、年寄りすぎるドクター、これはねどちらもイマイチですと。まあ、具体的にはまあ20代から、そうだな、60以降ぐらいになるとちょっとどうかなっていうのはありますけど、まあ、結局30代40代でも内視鏡自体はそんなにあんまり専門的に勉強してませんって人もいらっしゃるんでね、なかなかこれは年齢だけで、じゃあ40歳だったらいいよとか50歳だったらいいとは言い切れないんですけど、若すぎる人とか年寄りすぎる人はやめた方がいいですというのは言えるかなと思います。で、内視鏡の機械はねかなり高額なんで、まあ、やっぱりね大きい大病院の方がいい機械はたくさん入ってますよっていうのは事実としてあると思います。ただ大きな病院は大きな病院で、それなりに研修中の若手の医師っていうのも多くて、まあ、そういった人が意外とスクリーンの検査とかをもうずっとやってたりするんですよね。なので、まあ、正直機械はいいんだけど、まあ、検査眼のこの診断眼のクオリティはどうなのかなって心配はどうしてもあるかなとか思ったりして、なかなかねこうどこでやったら絶対大丈夫ですよっていうのはこう言いにくい部分はあります。なのでこの辺のことをちょっと参考にご自身でちょっと検査を実際に受けていただいて、まあ、一番いいのはね、まあ、何か所か、例えば私胃がんのリスクがすごく高くてピロリ菌も感染しててとかいう人で毎年胃カメラ受けなきゃいけないって思うんだったら、まあ、2、3件ねいくつかクリニックで毎年受けてみたらいいと思うんですね。そうすると、あ、この病院の機械すごい新しいなとか、あ、この先生すごい上手だなとかっていうのがなんとなく分かるようになってくると思うので、その上で自分の気に入ったね、あの先生病院を探していくっていうのも一つ手かなというふうに思います。ということで、これもね、まあ、何度も言いますけど、こういうふうにスクリーニングとかフォローアップとか術後の検査、こういった赤字で書いたところであれば小さなクリニックで受けてもいいかなというふうに思いますので、まあ、いくつか受診して実際に自分の肌の感覚で、まあ、確かめてみてくださいということになります。というわけで今日の授業のまとめです。上部消化管内視鏡検査、これが胃カメラの正式名称ですね。この上部消化管内視鏡検査には4つの目的がありますと。スクリーニング検査だったら、まあ、なるべく楽にやるっていうことで、まあ、鼻からやったりしてもいいかなというのはありますけど、精密検査の場合にはこうリスクが高い人ね、こういった人は精密検査で鎮静をしっかりしてしっかり見てもらうというのも、まあ、選択肢になるかなというふうに思います。検査を受けるときは喉とか顎の力をねしっかり抜いて、無心、そしてよだれは垂れ流し、辛くなったらこじこじを思い出してくださいということになります。
で、上手な先生も大事だし、良い機会どちらも大事なんですよっていうことで、まあなかなか病院探し選び大変だとは思いますけれども、まあ自分なりにいろんな観点からね、総合的に見てぜひ判断していただければというふうに思います。まあ今日の授業は以上になります。やっぱりね、ショート解説と言いながらもこう、まあ、かなり長くなってしまってね、大変恐縮なんですけど、一応この、チャンネルではなるべく詳しく説明する、で難しいことも逃げずに分かりやすく噛み砕いてなるべく説明するっていうふうにやっています。あくまでもこれは病気の学校ってね、学校をモチーフにしたチャンネルですので、胃カメラの歴史とかね、そういった、まあ、余分な知識と思われるようなことでもしっかり知識として、まあ授業で扱っていきたいなというコンセプトでやっていますので、まあ長時間誠にお疲れ様でしたけれども、お付き合いいただきありがとうございました。これからもこういった皆さんにとってなるべく有益な情報をね、面白おかしく楽しく伝えていきたいなと思っていますので、よければぜひチャンネル登録もしていただければと思います。それではまたお会いしましょう。ではまた。